ユースから長い間、またニータにはすごいお世話になったんで、まあ、もちろんサポーターの方たちにもたくさんで応援してもらえて、まあ、サッカー選手として、まあ、地元でやっぱりプレーできたっていうのは嬉しいことですし、でご飯食べに行ってても、まあ、声をかけてくださる人たちもいて、すごい励みになりましたし、まあ、直接お礼言えないのはあれですけど、これからも、まあ、まだまだサッカー続けていくつもりなので、まあ、僕を応援していただけたらなというふうに思います。ありがとうございました。ごてお疲れ。トリニータではまだ違うチームでも現役続けると思うんで頑張ってください。はい、はい、はい、三平くん、8年間ありがとうございました。大分に来れて本当たくさんの人と出会えて、でたくさんの人が応援してくれて本当に幸せな8年間でした。本当はこのチームで引退して、そうですね、まあ、大分で仕事ができればなと思ってたんですけど、まあ、プロの世界なんでそんな甘くはなかったです。でも本当に皆さんのことは一生忘れません。そうですね、何年後になるか分かんないですけど、戻ってきたいと思ってます。その時は温かく迎えてください。あたたた。ありがとうございました。いや、仕込んだやろ、お前、子供。仕込んでないです、仕込んでないです。あ、ちょっと恥ずかしがって。今日はもうね、企画としてはね、まあ、ご存知の通り、4人が取りに行ったと契約満了ということで、まあ、ちょっと今日は雑談しながらね、まあ、その心境等を聞いていこうかなっていう感じなんで、おい、繋がってるぞ。始まってる。始まってるから。始まってるんですか？始まってるよ、お前。俺もやりづらいんだよ、お前。こういうの聞きたくねえんだよ、お前。今、サポーターと触れ合うことはないじゃん。そうっすね。だから、みんなにね、挨拶ともなかなかできないと思うんでね。まあ、大分の思い出から話そうや。いやもうそうっすね。もう楽しいことしかなかったっすね。あ、楽しい時と、辛い時の。やっぱ J2 から J3 に落ちた時は結構、やばかったっすね。相当焦りましたね。ショックでしたけど、結局一番トリニータにいて一番嬉しかったことは J3 優勝かなって感じですね。はい、悪い思い出もいい思い出もやっぱりその当時の J3 の時が一番大分での。なんか勝って当たり前みたいな雰囲気あったじゃないですか、あの年って。あったあった。それがなんか今まで経験したことない感じだったんで、あれがめちゃくちゃプレッシャーありましたし、結構メンタル的にもきつかったっすね。俺たちはもう勝って当たり前って思われてた部分はあったね、確かに。ああ、J3 の時はね。この何年いたんかな、大分に。僕は全部で8年です。8年間在籍した中で、まあ確かにあのシーズンは本当苦しかったね。はい、だからなんかあれが一番嬉しかったことかもしれないですね。じゃあ次、コテ君。まあ楽しかったって言えば、まあ僕、まあ、北九州から帰ってきて、まあ、勝さんのサッカー自体、まあ、新鮮だったので、まあ、いろいろ試合してて普通に楽しいなっていう。そうですね、まあ三平ともいっぱい試合出てたんで。あ、まあ本当中心だったもんね、君たち2人がね。そうですね、まああれなんか、まあ、なんかやっててなんか楽しいなっていう、まあ内容的にもほうほうって感じでした。まあもちろん、まあその J1 に昇格したことは嬉しかったですけど。辛かった時は2回クビになったことです。で、2回クビになってんの？2度目2度目ね。おもろいな。そうか。いや、それでさ、関連で話すとさ、やっぱりちょっと言いにくいかもしれないけど、メンタル的な部分とかさ、どうだった？最初の時の方が辛いっすね、なんか。辛かったです。2回目は、まあ正直、まあそんな試合も出てないですし、まあ、なるだろうなぁと思ってました。ああ、もう覚悟してたっていうか、雰囲気。そうですね。だから、まあ、もう構えてたんで、そんなダメージは受けなかったですけど。三平は？僕はですね、めちゃくちゃダメージ受けてますね。いや、受けてると思うよ、お前は。こういう性格だから。正直、はい。まあ、もちろん、今年、
まあ、3点しか今取れてませんし、コンディションも結構今年は良くて、で体も切れてたんで、まあ、また来年厳しい戦いになるけど頑張ろうなんて思ってたんですけど、まさかの来年プレーできないっていうのが結構衝撃的でしたね。その契約2人ともさ、その契約の話あった時にもう提示はなかったの？ゼロ提示なの？ゼロ、まあ普通に契約しないっていう感じです。あ、もう紙とかじゃなくて。そうですね、前1回目は紙でした。そうなんだ。うん、今回は口頭でっていうか、その話の中で呼ばれて。そうですね。まず2人やっぱり家族があるわけじゃん。どうだったの？もうその家族に言う時のもうメンタル察すだけで俺心が痛いけどさ。いやでももう逆に伝えていったんで、僕はでも今年はもうないと。だから別に匂わせてはいたっす、もともと。三平はもしかしたらクビかもねなんてちょっと笑いながら言ってたんですけど、うん、本当にクビだってもうごめんしか言えなかったです。ごめん、クビだったわしか言えなかったんですけど。いや、そりゃお前奥さん相当ショックだったと思うよ。でもなんかそんな風な感じじゃなかったですけどね。いや、見せてない。びっくりはしてましたけど。え？びっくりはしてました。そういう経験はね、なかなかできる経験じゃないじゃん。あんまりしたくもないですね。したくもないしね。まあ、本当にこのサッカー界にいたら、でもさ、しょうがないことじゃん、これは。やっぱ勝負の世界だから。そうですね。うん。三平、お前、顔疲れてる？いや、もう。契約満了言われた日から、うん、飯食ってないっす。俺さ、結構今日ちゃんと真面目に話そうとしてさ、突っ込みたくないよ。あ、お前ら、先ほどだからちょっとさ、お前らしいからいいんだけど、三平から連絡はあったじゃん。はい。で、まあ、契約の満了になりましたと。でもまあチームのためにね、あとあの時は5試合ぐらいか、まあ、チームのために頑張るというね、もう全力で頑張りますっていう声をね、電話でもらった時は本当嬉しかったよ。お前はやっぱり成長したなと思って。コテからは連絡なかったけどな。そんな仲でしたっけ。で、今後オファーとかさ、他チームからあるかとか気になってる方たくさんいると思うんだよね。その言える範囲でいいから、ちょっとなんかあれば。それで言える範囲のやつとかあります？ないっすね。だよな。いや俺も聞きながら、いやどっからオファー、もうオファーありますとか言ったらさ、いいけどさ、さすがにそれもまだ言えないもんな。まあでも現役は続行するってことでいいんだよね。はい、そうですね。まあチームがあれば、チームがある限りはもう続けると。まあちょっとまだあと1試合最終戦残ってるから見せてくれよ、ファン、サポーター、まあみんなにお世話になってるじゃん、2人は絶対、ね、だからこそなんか、まあ、直接ね、サポーターの人たちにもこう会ってお礼とか言えなかったんで、そこら辺はなんていうんですか、まあ、心苦しい気持ちもあるんですけど、サッカー引退したわけじゃないし、どこかでできやるわけだから。あとなんか聞きたいこと、言いたいこととかある？そうですね、まあ、この場をお借りしてじゃないですけど、うん、やっぱ最終戦、ホーム最終戦終わった後、うん、まあ、たくさ ん, なんか手紙とか、うん、差し入れとかいただいてたんで、まあ、本当ありがとうございますと、うん、ロッカーが埋め尽くされました。三平は？そうですね、まあ、言いたいこと、まあ、まず一番最初に言いたいことは、なんでクビになったんだろうっていうことですかね。いや、お前、ファン、サポーターにだよ、お前。誰に向けてじゃねえんだよ、お前。それはもう、個人的にもう一回行け、会社に。ああ、個人的に会社にもう乗り込め、お前。納得してないんだったら。はい。納得するまで聞きゃいいんだよ。あ、はい。ああ、分かった。はい、ファン、サポーターに。本当に、コテも言いましたけど、やっぱサポーターの皆さんに、直接お礼が言えないのだけが、本当、心残りですね。それ以外はもうどうでもいいんですけど、さっきこと言ったんですけど、またサンペスタグラムでライブ配信でも2人でしようと思うんで、ぜひ、まあ、その時しっかり予告してやるんで、もうそこでお礼言わせてもらいます。それだけです。まあでもお前らのこうやって雑談しながら笑顔を見れて、またね、元気続けるってことなんで、まあやるだけやって
ボロボロになるまでサッカー2人は。で、はい、また大分帰ってきてさ、まあ、スタッフなり、指導者となり、大分に貢献してください。まあ、自分の人生ですけど、やっぱりしっかりチーム決めて、休んで来シーズンに向けて頑張ってください。はい、これぐらいで締めたいと思います。本当、はい、本当ね、難しい時に本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あ、ゆるスポ特別版どうでしたか。やっぱちょっとね、重いというか、あ、まあまあこの時期なんで仕方ないですけどね。いや俺もね、インタビューしててね、もう気持ちが分かるから、あ、まあ彼たちが言える範囲でね、うん、そのインタビューしてくれたの本当ありがたいよ。まあでもこういうのをサポーターファンもね絶対聞きたかったと思うね。まあ、今期に関してはそのね、本当選手が自らこう発する場所がなかったんでね、うん、まあこういう場所でもこうね、うん、気持ちを伝えることができればね、うんうん、まあでもこういうのはなかなかね、うん、やりたくないっていうかさ、あ、まあまあさ、そうですね、選手を経験してるとさ、やりづらそうで、後輩だしね、可愛い2人なんで、その辺が余計ね、ちょっと企画とは言え、ちょっと嫌やったですね。ミスターが2人に対するあの思いっていうのはどんな感じですか。まず三平選手に関しては、まあ三平とはプライベートでもね、飯とかよく連れてたんでね、あ、まあ彼もね、サッカー以外のところで本当にね、チームのことを考えて行動してくれてたから、あ、まあ本当に僕はね、皆さんにミスターとかよく言われますけど、彼をその意思を受け継いでくれたのは多分三平だと思ってたから、まあそういうふうなことを考えると、ちょっと会社側がこういう判断したのはちょっと残念だったなっていうのはあるよね。サッカー以外のところでの貢献度も多かったし、やっぱり三平がいるからトリニータがまたね、こうやってみんながついてくるっていうのもちょっとずつ浸透していってたからね、うん、それが、まあ、あと、うん、そうです、J3 を経験した選手がいなくなるっていうのはちょっとね、そうそう、こう、そうなの。で、彼もそのインタビューの中で言ってたじゃん、うんうん、J3 の時が一番いい思い出と苦しい時の思い出って言ってたからね、それがもう出てるよね、うんうん、その歴史をね、こう繋ぐ人が本当どんどん少なくなっていくっていうのはやっぱりチームとしてもね、うん、そうね。まあでも三平に限っては本当は大分で、うん、長く引退したかったっていうのもね、言ってたからね、それはちょっと嬉しかったけど、まあこれそれは叶わなくなったっていうかね、他チームで今後やるようになったけどね、またいつか帰ってきてね、そうですね、何か帰ってきてほしいですよね。まあ小手に関してはね、高校の時からも知ってるわけでしょ。ユースの時から、それこそジュビロ戦かなとか高2の時かな、彼も相当な思いでトリニータとして頑張ってて、一回クビになってまた北九州で頑張って帰ってきたりとか、いろんな思いあったと思うよ。小手もあっさりあえてね、クールに答えてたけど、うん、彼は中に秘めた思いもたくさんあったと思うんでね。2人とも2度ね、うん、来てるっていうところはやっぱ愛があるから、そういうこと、ね、うん、だから余計今日のインタビューやりづらかったわなんでこの企画したんやろまあまあまあ、2人のやっぱり声をね聞きたいっていうところはあったと思いますんで、その思いで今日はやりました、うん、私もなかなかうまく引き出せなかったっていうか、それ引き出せんよこんな本当、ね、うん、まあでも本当これ見てね、ちょっとでも小手三平がね、トリニータのために戦ってたっていうのが分かってくれればありがたいかなっていう動画です、うんうん、そうですね、はい、次が見つかって活躍するのをね、はい、願うばかりですね、はいはいはい、今日はこういう企画です。ゆるスポ特別版です。ありがとうございました。次回は最終戦のゆるスポするんで、ぜひ見てください。